イモムシちゃんですね。幼虫ですね。葉っぱを食べてますね。もしゃもしゃ。お腹が空いてるんでしょうね。もしゃもしゃ。腹ペコなんでしょうね。もしゃもしゃ。腹ペコイモムシですね。もしゃもしゃ。腹ペコイモムシ。もしゃもしゃ食べてます。かわいいね。かわいいでしょ、これ。イモムシってさ、気持ち悪いっていう人おるけどさ、よーくじっくり見たらさ、なかなかかわいいでしょ。かわいいと思わへん？ね。かわいいかわいい。ほらほらほら。うわうわうわ、いっぱい食べるね。うわ、バリバリいった。もう先端までいっちゃった。すごいすごい。もしゃもしゃ食べてます。もしゃもしゃ。もしゃもしゃ。腹ペコなんですね。もしゃもしゃ食べてますね。腹ペコイモムシですね。腹ペコなんでしょうね。なんかさ、腹ペコアオムシっていう絵本があるよね。子供の頃によく読んだんやけどさ、腹ペコアオムシ。やっぱりね、腹ペコアオムシは絶対読まないかんと思う、みんな。もうね、子供の必読書にするべきやと思う、腹ペコアオムシは。幼稚園児、小学校上がる前に絶対読ませるべき。本当に。そうじゃないとね、やっぱり健全に育たへんと思うよ、子供たちは。ねえ。ほら、イモムシがバリ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 食べております。腹ペコなんですね。腹ペコイモムシです。すごい目玉模様やな。あ、もう一匹来た。もう一匹来た。もう一匹来ましたね。この子もお腹が空いとるのかな？腹ペコイモムシなのかな？君も。尻尾フリフリしてますね。かわいいね、尻尾フリフリして。かわいい。ほらほらほら。尻尾フリフリってしとる。尻尾フリフリ。まあ厳密には尻尾じゃなくて、ただの突起なんやけども。セスジスズメの幼虫ですね、この子たちは。セスジスズメの幼虫。スズメガの仲間なんですね。食欲旺盛ですね、もう。ひたすら食べ続けてます、この子は。ひたすら食べ続けて、もうボテボテに太っております。ボテボテに。とんでもない。ほら。ボテボテに、声太っております。もしゃもしゃ食べて。腹ペコイモムシですね。腹ペコイモムシちゃんが、もしゃもしゃと食べております。バリバリ。バリバリ。バリバリ。かわいいでしょ？こうやってさ、一心不乱に葉っぱ食べ続ける姿。かわいいと思わへん？思うよね、普通は。それが普通の感覚よ。角度を変えてこちらから、もしゃもしゃやってますね。もしゃもしゃ。バリバリ。バリバリ。かわいいでしょ？腹ペコイモムシ。腹ペコイモムシかわいいね。もしゃもしゃ食べてます。みんなもかわいいと思うでしょ？ね。普通思うよね。かわいい。